皆さんこんにちは、始まりました栄光 GO! ということで今日もですね、栄光に向かってGOしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今回はですね、何やるかというとですね、ちょっとね、世の中がこう緊急事態宣言、になってしまいまして、会社であったりとか、学校であったりとか、皆さんね、大変な思いしてると思うんですけども、実は今日、4月25日で、今日から緊急事態宣言ってことなんです、ね、なるほど。で、僕もですね、緊急事態宣言がこう発令される前だから、もう 2,3 日前ぐらいからですね、もともとスケジュールで入ってたロケがですね、中止なのか延期なのかわからないですけど、ちょっとこの日は撮影できませんとか、ちょっとやっぱこう打撃は食らってますね。しょうがないですけどね。で、この緊急事態宣言もそうなんですけど、実はですね、僕4月の頭ぐらいですね、実は僕濃厚接触に実はなってまして、1週間ちょいぐらいかな、全部仕事をなくしてしまいまして、家で実は待機してたんですよ。これがね、結構つらかったっすね。で、一応 PCR 検査もして、一応陰性にはなったんですけども、で、発熱もしない、咳も出ない、味覚もある、嗅覚もあるんですけど、でも一応保健所の、指示に従ってですね、ちょっとしばらく家から出ないでくださいと。いやー、やっぱ外出るなって言われると、やっぱもう結局出なかったんですけどね。保健所さんから一応スーパーであったりとかコンビニであったりとかは一応マスクして買い物ぐらいは行っていいですよ、多分区によって違うと思うんですけど、うちの区はね、それ OK だったんです。結局出なかったんですけどね、一応安全のために出なかったですけど、これがまた今からしばらく続くのかと思うと、とても大変だけど、乗り切っていきましょう。いろいろあるんですけど、なんとかここ乗り越えればね、夏ぐらいとか、今年秋、何かしらのイベントもなんか栄光GOでもやっていきたいなと思いますんで、なんとかここ耐えたら、ちゃんと見返りがあんのかなと期待して、皆さん頑張っていきたいなと思いますけどね。でも早くどっか行ってくんねえかな、コロナ。結局ずっとこのチャンネルもロケやろうやろうって言ってるけど、なかなかそれで表出れないっていうところありますね。ロケもできないですし、本当にこの去年の1月1日から始めて、みんなでご飯行ったのも1回だけですもんね。1回2回とかね、最初の方。そうですね。こういうことやりましょうかとか、そういうなんかこう、作戦会議ぐらいで。で、なんか、たくさんの方にこう、登録していただいて、で、なんか24時間生配信なんかもやったりとかして、で、年末、忘年会、新年会、打ち上げ、その一切やってないですからね。寂しいっすよ。そうですね。やりたいよ。はい。周りの人たちから、仕事仲間とか、で、登録者が80万人超えてるみたいな、景気良さそうに見えるらしくて、楽しそうですね、みたいに言われるけど、そういう楽しいは一切してないですね。全くやってないですよ、皆さん。はい、本当に僕たち。やりたいんですけどね。本当の最初の計画では、年末年始なのか、ちょっとこうみんなで温泉、社員旅行じゃないですけど、こう旅行行きがてら、そこの旅行もね、ちょっと動画回しながら、で、ちょっと夜はちょっと旅館でみんなで飲みましょうなんていう計画したけども、結局コロナでそういうの行けないとか、なってきますけどね。そうですね。ずっとこの絵ですからね。ずっとこの絵か、ワイプの中の顔です。なかなかないよ、絵変わり一切なし。なかなかこういうふうに YouTube やってる人もいる。でもね、意外と僕、ロケ行きたい、ロケ行きたいっていう気持ちはめちゃくちゃありますけど、苦じゃないんですよね、別に。それはそうですね。はい。外出たらいろんなこと、多分可能性は広がるんでしょうけど。はい。これはこれで楽しいというかね。はい。はい。しかも、ここをはじめにして、いろいろ仕事広げてますね、彼女さんは。あ、そうなんすよ。いろんなところからお声いただきますよ。で、仕事。YouTube にね。はい。栄光GOのチャンネルのやつかなと思ったら、全然違う。はい。のが載ってたりするじゃないですか。はい、あ、Hulu さんですか？はい。そうなんですよ。Hulu さんで、僕、もともとウォーキングデッドっていう海外ドラマが大好きで、で、よく SNS とかで自分でね、
ウォーキングデッドのオファーお待ちしてますっつって動画撮って載せたりとかしてたんです。じゃあそれを見てくれたフールーさんが一緒にやりませんかと。で、あ、ぜひお願いしますっつって当日台本見たら、栄光ゴーっていうセリフめちゃくちゃあるんですよ。で、え、あ、これ、あ、そうなんですかみたいな。そうなんですよ。もう、最初のセリフが、栄光ゴーとは思いきや、今回はフルーさんでっていうセリフ。さあ、俺見てびっくりした。誰撮ってないのにやってたと思う。そうそうそう。でも、つなぎのブリッジが、栄光ゴーでしたか。あと、サミーさん。サミーさんも、栄光ゴーではなく、今回はサミーさんのチャンネルで語らせていただきます、みたいな。サミーゴーって言ってましたもん。サミーゴーって。結構そう言われますね。だから、これを見てくれた方が、だから要は、その Hulu のウォーキングデッド愛を語るっていうやつも、あと、悠々白書を語るっていう回で、僕一人で何役もやって、名シーンとかやってたじゃないですか。それをやってほしい。ウォーキングデッドの名シーンを一人でやってほしい。もうこのパッケージをこのまま別のところに、ぜひこの感じでやってほしいんです、みたいなこと。まあ、僕も一切皆さんの許可取らず、あ、わかりましたみたいな感じでやらせていただきましたけど。知らないうちにやってんだよ、あいつも。そうなんですよ。そうなんですよ。で、緊急事態宣言中は、今日が25日で今日から。今日からですね。まあ、もともと収録が予定してたので今日はやろうということで。はい。ただまあ、この後収録は、緊急事態宣言中はおそらくやらないで。お休み。はい。取ってあるストックで、なんとかその、はい、開けるまではいけるだろうという感じで。はい、であとは、カノクが、ゲームの方。ゲームの配信を一人でやる、はい。それは継続してやっていた。そうですね。ということなんで、まあ、スケジュール的には、ずれずに、ずっと今まで通りでいけるかなっていう感じです。はい。おそらく、一応予定では5月半ばぐらいまでですか？そうですね。まあ、延長とかも、まあそうですね。ねえ、一応視野に入れながら、はい、やっていきたい。もしかしたら、この、ストックが尽きてしまう、栄光号のこの動画のストックが尽きてしまった場合は、はい、じゃあ今までこのオクラなったやつを流すとかね。オクラね。何でしたっけ、オクラ。ラップ。ラップ、一人ラップ。あ、そう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 。俺栄光号がこの去年の1月1日から始まって、実は幻の動画があるじゃないですか。っていうのも、はい、一番最初に神社の参拝の、正しい参拝の仕方っていう動画載せた後ぐらいに、はい、実は、僕6ヶ月間ぐらい数年前謹慎してたんですけども、芸能界休んだことがあったんですけども、その時に、この休んでた時のことを語った VTR も、実は最初あったんですよね。はい。あれってまだ残ってるんですか？一応、非公開。残ってます。残ってます。一応なんか、僕はその時に事務所の感謝であったりとか、ファンの方々の感謝とか、ちょっと熱くこう語らせてもらって載せたんですけど、ま、ちょっとなんかね、見る人が見たら、なんかその、謹慎を語ってなんかちょっと釣りっぽくなっちゃうんじゃないかっていうジャッジでちょっと非公開とかにしたんですけど、なんかそういうのとかをまた改めてね、もう何年も経ちましたし、なんかまた復活させてもいいのかなっていう感じもありますしね、そのまま。まだ YouTube 始まったばっかりで、うん、我々も方向性探ってるんですよね。そういうのもやったりとか、あ、そう、それと、視聴者の皆さん、オープニング動画、本当にありがとうございます。毎回ですね、僕もスタッフさんから今日動画出来上がりましたっていうふうにね、データもらうんですけども、それに自分のそのね、撮った動画見るのも楽しみなんですけども、今日はどういうオープニング動画なのかなっていう、本当僕もね、楽しみながら見てて、皆さんのクオリティの凄さ、そして可愛らしさ、もうね、毎回感動しております。はい。結構来てるんですか？たくさん来てますね。たくさん来てるということで。はい、で、前も言いましたけども、これが年末なのかな？皆さんからいただいた動画で、こう勝手になんかグランプリじゃないですけども、まあ、全部いいんですよ。全部いいんですけども、その中からなんかこう、これ良かったね。あ、これ面白かったね。これ可愛かったね。これ努力したね。みたいな、なんとか賞みたいなのつけて、送ってくださった皆さんに何かしらこう、恩返しというか、なんかできないかなっていうのも考えてますので、そこら辺も含め、皆さん、これからもオープニング動画、ご協力よろしくお願いいたします。で、皆さんも楽しみにしてください。
あとなんか結構いろんな YouTuber さんやってるんですけど、だこういう雑談、なんかこういうまったりしたトークなんかも結構みんな生配信でやってたりもするんですよ。だからなんかたまに僕もあるんですよ、あ今日ゲーム配信したいな、でもちょっとゲームまでやる体力残ってないな、でもなんかちょっと喋りたいなっていう時とか、もしかしたら今後一人で家でカメラ回して、それこそ家でお酒、外ではもう飲めないですから、家で軽く飲みながら、皆さんのコメント見ながら、ちょっと一人でやってるかもしれないです。あ、はい、いいですね。はい、まったりとね。はい、はい。うん。まあ、いろいろと、こういう逆境の中だけど、まあ、いろいろできるのが、まあ、YouTube なんでね。はい。まあ、これからも、いろいろ挑戦していきたいかな。で、登録者数も、まあ、80万人。超えて、はい、いよいよ大台もこう遠くに見えてきましたから。そうっすね、すごいっすね、80万人信じられないっすよね。だから結構、だからよく言われるのが、100万人いったら何するんですかって結構そうなんですよ、ね、ちょこちょこ言われてて、何しましょうかね。ただせっかく100万人いったら何かはやりたいっすね。はい、うん、24時間は24時間っていうのもまあありますよね、選択肢としては。それやってる間にっていうこともありますしね。まあなるほどね、はい、俺24時間生配信するなら、まあ、24時間1日休み取るでしょ、その前と後も取ろう休み3連休にしようじゃないとやっぱね、あれは辛い。そうですね、体調崩しましたね、スタッフも崩しましたねスタッフさんも熱出してましたからね、はい、何度でしたっけ40度熱出すいや、それぐらいやっぱりみんなね、うん、やっぱ張り詰めた空気の中楽しかったですけどね、うん、やっぱいろいろとトラブルもあるし、やっぱこの24時間こう達成させなきゃいけないっていうこのねプレッシャーもあったし、はい、うん、そうですね、とうとうなっちゃったかと思って、コロナだと思いました。はい、PCR 受けたら陰性で疲れでした。疲れでしたねなんか何かします、でも100万人いった暁には。はい、うん、でも本当に日に日に登録者数もちょっとずつこう皆さんしていただいて増えてって、マジで今年中行くんじゃないかっていうふうに言われてますよ。まあまあそこ気にせず、まあ、とりあえずやっていきましょう。そうですね、日々面白いものをお届けできるように、はい、そうっすね、はい、あ、そう僕ツイッターにもちょっと興奮して リツイートしまくりましたけど、今度6月に僕が大好きなデッドバイデイライトというゲームとカプコンさんのバイオハザードがコラボ、これはちょっとすごいことになりそうですよ。今まで栄光号ですごく熱くやってたゲーム2台が一緒なるって、これねどうしようまた俺らが知らないところでそっちの仕事やんないでくださいいやもうなんかちょっとね、もしかしたらの、もしかしたらですよ、なんかでも栄光号で声かけてくれるんじゃないですか。ありえますよね、はい、ずっと一生懸命やってますもんね、はい、デッドバイデイライトさんからこうね、まあ、なんかこうゲームなんかやってたりすると公式さんの方から、コメントで頑張ってくださいっていうコメントもいただいたりもしましたし、カプコンさんからも、呼んでいただいて、なんかバイオハザードビレッジの体験版やらせていただいたりもしましたし、その2つがコラボになるってことなんで、もう僕ら栄光号フットワーク軽くフッカルで準備してますんで、なんかあったらすぐ声かけてください。何でもやりますからフッカルでフッカルですこの2大ゲームのためならフッカルでいきますから何でもやります24時間プレイは24時間プレイやります、やります全然やるよ。ほんとぜひともデッドバイデイライトさん、バイオハザードさんお待ちしておりますテーマフッカルでいつでも呼ばれればいいんですよ。よろしくお願いいたしますということで、今後のね新作のゲームも、そして、栄光号も、そして、なんとか皆さんこの緊急事態なんとか頑張って耐え抜いて、またね、皆さんと一緒に面白いことやっていけたらいいかなと思います。皆さんお体に気をつけてください。
どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。